はい、どうも小柳です。今日はですね、ミーを作っていこうと思うんですけども、ミーが全然いなくてですね、Wii の時は結構いろんなキャラ作ってたんですけども、全部いなくなってしまったということで、一から全部作り直しなんですけども、今ね、ナルトシリーズで、ガイ先生とかロックリーだけはちょっと作って、でさらに、増やしていこうということで今作ってるんですけど、何作ってるか分かりますか？はい、これはね、今ちょっとあえて伏せておきましょうかね。分かった方は予想して最後答え照らし合わせていただければと思うんですけども、ガイ先生とかロックリーとかは、比較的ね、作るのは簡単なんですよね。多分誰でも作れるんだけども、細かいことやっていくと、突き詰めていくと、よりこっちの方が似てる、あっちの方が良かった、どうだって時間めちゃくちゃかかりましてね、結果。はい、一から全部手作りなんで、ネットに落ちてるものを参照にしたり、絵とかね、参照して、照らし合わせて中間ぐらいだんだんこう寄せていって最終的に自分のちょっとこだわりというか、ネット上のものより似てるような最終的な仕上がりを目指してます。でね、今ね、これはね、女の子のキャラなんですけども、このね、髪の毛が緑というか青というか微妙なライン、この本当にこんな感じの色ですねのキャラはね、パッと浮かぶと思います。スレンダーなイメージですね。だから今こうスレンダーな感じにしてるんですけども、目元とかね、もうこのままですね。多分目の色がね、多分青だったんですよね。髪の毛ちょっとなんていうのかな、緑じゃないけどエメラルドグリーン的な、場合によっては青っぽい感じで、目は青だったと思うんですよね。そう、角が生えてるんですね。この角は、そうですね、眉毛をもう捨てて、眉毛で、角を表現してます。で、こんなにね、本当は角出っ張ってなくて、もっとなんていうかな、もうちょっと丸みを帯びた三角っぽい角で、しましま、言ったら鬼ですよね。もう、似てるか似てないかは置いといて、大体これやなっていうの分かった人はおると思うんですけども、そもそもね、タイトルに多分書いちゃってるんで、分かるとは思いますけども、似てるか似てないかで言うと、まだちょっとね、今ごめんなさいね、寄せてる最中なんでね、最終的に、仕上げますけど、輪郭もちょっと、今これは違うんかなって、ね、どうやって似せるか、ね、100% は本当無理なんで、鼻の感じとか口の感じとかもね、口はね、本当は女の子やし口紅つけてあげたいけど、本当にね、もうパーツが少なくて変な感じになるんですよね、中途半端にやると。それやったらもうない方がいい。言うたらこれはラムちゃんですよ。ラムちゃんね、うるせえやつらのラムちゃん。だから、なんだろうな、可愛らしいイメージですよね。だからその感じ、セクシーな感じ路線で行くか、ちょっとあえて幼い感じにして可愛らしい感じを表現するかですよね。で、服は着てないですけどね、ビキニみたいな、なんで
まあでも鬼なんでね、黄色と黒のしましまだから、まあまあ角もちょっと茶色っぽくして黄色がないんでね、服は黄色、もうこれで表現するしかない。うん、でも、まあ、ちょっと見えるといえば見えますよね。ラムちゃん僕は見える。この輪郭がね、難しいですよね。ほんとどうしようかな。まあまあこうやって悩みながら時間かけていろいろ試すわけですよ。まあこれね、一回登録したからって後で修正できるし、明日こう方がいい、こうした方がいいっていうのをもしあればね、言っていただいたらどん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 修正かけていけるんですけど、前ね、見て誰かが作ったやつ QR コードでね、ネットに落ちてるやつそのまま拾って共有できたりとかできたんですけど、今はねそれができないんですよね。一番早いのはだから一から見よう見まねで作ることだけども、まあまあパーツの使い方、例えばこう眉毛がこうやって角の代わりになるだとか、ひげがこう口の影みたいな感じでつけれるとか、そういう基本的なこと知ってたら、まあまあ実際の絵とか写真からでもそれなりに似てるやつは一応作れるっちゃ作れます。なんかどうなったラムちゃんってこう、そうやな、怒ってる感じのイメージも多いし、笑ってる感じのイメージも多いから、中間取る、これもまあまあ、ある表情っちゃある表情やけどな。基本的にはその暗い顔してるキャラよりか明るい目の表情のキャラを作りたいんですよね、どのキャラでも。だからね、そうですね、もう明らかそういう元々のキャラがそういう風に暗めのキャラというか笑わない不愛想とかそういうことやったらそれでいいんですけどね。ラムちゃんはせっかくやったら笑顔にしてあげたいですよね。まあまあめっちゃ無難な普通の口ですね。まあまあもうこれでいきましょうか。で最後ね、名前を入力して終わりと。まあちゃん付けにしましょうかね。ラムちゃん、はい、これで完了。完了しました。はい、こんな感じで作っていきます。次はゴルゴ13を作っていきたいと思いますので、皆さんもぜひ参考にしていただければと思います。どうもご視聴ありがとうございました。小柳でした。